グラボを取られてナモ。うまい。今日の私はアシュラをも凌駕する存在だ。はい、こんにちは、グリードです。スナイパーオンリーモードに来ております。何やらこのモードがゲーム崩壊してるとのことで、まあこのスナイパーなのにこの1倍サイトロングボが使えるっていうところだとは思うんですけどもうみんなこれ使うよな。そりゃそうよな。まあ、ご存知の通り、このスナイパーのロングボウちゃんは、一応スナイパーなんですけど、まるで、マークスマンライフルのような、機動性、連射速度。一旦逃げようか。初弾当てる練習にはなるかもしれんね、これね。スナイパー限定ルールっていうのは、ヘイローを思い出すね。よいしょ。まあ、やっぱこう、スナイパー使う上ではすごいストレスフリーだ。いいモードっすよ。殴りオッケーなんや。おっ、取っちゃおうよこれ。おい、おお、あ、おお、この反応である。あ、そこもいる。はい、あ、まずいバレてる。ダボキュー。おお、俺は死んだか、俺は生きるいや、なんやねんこれ。あ、はい、なにこれ、ショットガンやんかこれ。いる、よし、回線60ピン。ぼちぼちってところか。割れなかった。フーズンチャーリー了解。左に流れてる。指、うまい。たまたま。あ、いける。今日の私はアシュラをも凌駕する存在だ。じゃあ待って、今こっからの核コース、そして敵がいなくなった。どうしよう、やりすぎてしまったようだなこれは。ちょっとこれは敵が補充されるまでキルストリークは温存。これ以上いじめたくないのでな。オッケーオッケー、補充、ありがとうございます。ちょっといいところまで行きたいね。ちょっとまずい、殴りまんだ、あぶね、多すぎるこれは。逆に、うわーうわー、アドバンスト UAV が今なんです。僕がキルできるのはこの瞬間を一番大事、人生で当たれ、弾込め。よし、まず左、ここに2枚、1が邪魔すんな、ヘリ邪魔すんなって。おいおいおい、ぶちこ、危ない。今ので外す。今の、まあ、一回もう感度、スナイパー用に高感度にした方がいいかもしれんな、これな、ここまで来たらな。感度はね、スナイパーの場合は高感度の方が
当てやすいですね。僕の上にいる。あ、今の敵だった？リス変わった気がするな。僕の、ちょ、おいおいおい、殴ってくんな、これスナイパーモードやぞ。今日マジでエムいな。なんかガンガン行っても当たる気がする今日は。そんなことなかったです。B か。いる。フリー。後ろ行ったのか。いや、弾がない。ふう。なんで後ろにいるの。全然いけるよ。僕がロングボウだけしか使えないプレイヤーじゃないってことを見せてやる。チャーリーはやらせん。わあ、あれ、リロードリロード。ノー、ワッツ。遅すぎ。なんだあのカスタム。ふざけんじゃねえ。ちょっともう。なんだよ今の。へい。やばい。からの。おい。まだ来るでしょ。おいおいナイパー使うとなんでこんな煽り口調になっちゃうんだろうな。え、埋まんないか。このあと一発はリロードします。え、まずいまずい。あ、まずい。なんかいる。それで隠れてるつもりか。それザコシがいる。再びまたあったな。これは許せ。もう嘘だろこいつ。ちょっと待って、銃を使え銃を。一発当ててからの殴りはまだ許せるが、最初からね、銃を捨てての殴りは万死に値する。ダマズした。ハンドが遅いよ。よし、ちょっと通常モード行きましょうか。通常モードの新マップ。ブラボー取られてんな。もうで一発ある。わあ、レッツゴー。取れたね、クワッドフィード。ちょっと5枚目行きたかったけどね。なんとか、まあちょっとガン見というかね、めちゃくちゃ待ちビッグショットとかじゃなかったけど。ふう。やばい。やばい。これは一旦、入らせて。見えない、見えない。なんかこれ、スモーク抜いちゃうんだな、これが。はい。まだまだ行きますよ。これ、右来るかもしれないけど、右は一旦知らんということで、行きましょうか。
まあ、こんな感じっすよ。お薬って、これ外周来てんのかな。ちょっと待って、ヘルプだなこれマジで。数が足りない前線の。ちょっとハンドガン許して。いや後ろかー、なんか4対 4? 待って、4対 4? ん?いやでも結構耐えたけどなー。